おはようございます。おはようございます。やばいわ、はい、どうしたんですか。やばいだろ。やばいです。また恒例の遅刻動画だけど、はい、朝のみんなの楽しみのガチンコ遅刻動画だけど、はい、まあ、どうせあいつら改善されてねえで、はい、今日はさ、ちょっとまた別件もあってさ、4月と10月に、はい、一応あの給料改定の時期なんだわ、はい、まあ、特別なあの入社して半年とかそういうのはまあ上がるやつとかおるんだけど、はい、まあ、それ以外はあのまあ給料の査定っていうか、はい、まあ、見直し、はい、でうちさ、その半外半中っていうかさ、半分社員で半分外注みたいなとこがあって、はい、まあ、資材の積み込み云々は日本人はまあ外注扱いみたいなとこで、ドバ手当てっていうふうになってる。ああ、はいはいはい。ドバはもう手当てっていうよりはドバで、ドバの作業はいくらでやってくださいねっていうのが、はい、まあいくらみたいな感じなの、はい、でそれがさ、まあ、1日2000円なんだわ。1日2000円、はい、うん、その代わりもう3時とかに帰れてももう計算めんどくさいもんで全部つけるわみたいな。あ、早くても遅くても、早くても遅くても、 で、はい、で結構もうさ、やっぱドバも長くなるもんで、はい、もうドバ手当て自体を3000円にしたのかなと思ったの、はい、お1日ね、はい、爆速おるじゃん、はい、まあ、あいつに相談したの、まあ、3000円にしたろっかって言ったら、はい、まさかの爆弾発言が出たわけよ。アゲンディですと。気になるでしょこれ。なんでだって言ったら、はい、まあ、あのベトナム実習生っていうのはあの、ね、実習勉強に来とるやつだから、もう外注とかそんな無理だから、はい、もう全部社員だから時給全部つくんだけど、はい、日本人っていうのは、まあ、そのね、そうやってやってるわけじゃん、はい、でそれをもう3000円にしたろわ全員って、はい、言ったらアゲンディです、はい、でなんでってお前らちゃんとやっとるやんけ、はい、早く帰れる日ばっかじゃないだろって、はい、きついだろって、はい、言ったらやってない日本人がおると。ああ、そういうことですか。積み込みとか、うん、実習生だけやらして、はい、やってない日本人がいますと、はい、ぶっちいんだよね俺。やばいっすね。俺ぶち切れたんだから正直、はい、じゃあお前それいかんだろうって、はい、一番ダセーがやって、もういいや、じゃあ全員ドバ手当てなしだって言って、はい、だから今日昨日付けを持ってドバ手当てまさかのアップからのゼロになっちゃった。ゼロ全員なしやってぶちって電話聞いたの俺、はい、やっとんじゃーって言って、はい、もう本気で怒ったよ。誰だそれやっと思って、はい、ずっと携帯いじっとるとか誰だって。それは言えんと。なんで言えないですか。うん、俺は別にそれちょ、チンコロってさ、はい、利己的なこと、自分のこと考えて言うことはそれはダセよね、チンコロは、はい、あ、だけどみんなのこと考えて自分たちで言う力がないんだもんね。俺が言うとか、それが俺のため、そのために俺は会社におるわけじゃん、はい、営業とか職人とか、まあね、事務職とか、まあ、いろんな部門に分かれると思うんだけど、はい、そういう人たちのサポート係でしょ、社長として、はいはい、最後の守護神なんだろ俺は。そうですね、もう最後の守護神使えよマジでおかつくだろう。おー、すごい結束力が、うん、ね、まあ商人はお前ら全員謝りに来いって言って、はい、そんなクズみたいなことやっとんかお前らって言って、はい、それまでドバでやってなしゃーはい、今日でもに来いって言って、はい、でも切ったんだけど、はい、そこから音沙汰もないわけよ。え、そうなんですか。で昨日勉強会とかあったじゃん、はいはいはい、うん、だから8時とかおったわけじゃん。いましたいました、うん、だから別に来えへんわけよ。はい、で怖かったやろ。怖かったですね、うん、来ないなら行くまでよ泣かせてみせよホトトギス足場職人泣かせてみましょう足場職人の皆様怒っとるぞ俺はおお怒っとるぞどこに逃げていくつもりだモザイクかけとけ、モザイクモザイクかけとけ、こいつはなんだお前ら、お前ら実習生だけどお前夜仕事してお前ら何し積み込みやってないの。やってます。ふざけんなよお前、誰がやってたんだ。チンコロしろ。ショウもお前、ケンちゃんもチンコロ死んで誰だこいつだろうどうせ実習生こうやって頑張っとるなみんなな。で、あ、で、あそこ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 何見たんだ。え、これ何も動いてない。なんで嘘、なんでこんな。じゃあ Google カレンダーをこっちに入れたいなと思って。ああ、そんなみんながやってる時にそんなことやんなよお前。先に謝るかお前、どっちかやぞ俺からお前口があるか。おう、実習生教えろ誰だ積み込みや手伝ってないのは。みんなやってます。日本人、みんな中日本人だぞ。
日本人でやってないやつおるだろ。やってます。喋らんがこいつら。どんだけ口がかかってんだ。リュウジ、はい、先に謝んなら今がチャンスだぞ。リュウジは仕事、あ、それはいいよ、しょうがないじゃん。瞬間が携帯いじってるやつおるだろ。プランクの中で待って実習生一緒のゲーム積んのに携帯いじって待機してるやつおるだろ。正直喋れ。わかる？日本語わかる？YouTube 慣れしとるな、お前。私お金払うの私だよ。あんたら、あいつでも止めるよ、私、ケイラビー。喋らないやつは、お前、あの、同罪だぞ。先生、それの見たくないな。先生、それ違うと思うよ。最近怒るときこんな感じだよね。見てるよ。つけるわ。マイクつけろ。マイクつけろ。今日なんだお前ら呼んどんな俺が来る。あ、でも30分遅刻だ。あ、もうあります。37分。いやいやいや、お前じゃないよ。じゃあショーとか。ああ、遅刻だなあいつら。でもあと休みっす。あ、あと休みっす。ショーも。ショー以外です。ショーは、ショーは遅刻です。何時、何分。あいつはもうあれです。何、残念です。残念さがならです。ああ、教えてくれ。日本人で積み込みやってないやつおるだろ。車の中で携帯いじってるやつおるだろ。誰だこいつか。はい、今だったらまたそっちからまた俺は許しちゃうだろ。ドバテやって昨日から全員なしちゃうだな。聞いてるだろ。はい、で昨日はみんな積み込んだったらしいな、一生懸命。その情報も入っとるわ。俺は、俺のネットワークなめんなよ。スパイがおるぞこっちにも。あ、来たなぁ。やべえって面白いなあいつ。やべえば。誰だ誰だ。僕です。は、僕です。お前だ。おい、何やっとんだお前こら。誰もチンコロシンよ。ショーもチンコロシンよ。お前ずっと携帯いじってんの。やるときはやりますけど。お一人だけじゃないだろう。他にもおるだろう。あと誰だ。カンタ以外誰がおる。ミラーチミ。嘘つくなお前。みんな積み込み、私見てないから分からないけど、お前積み込んだの絶対見てるだろお前。いいや、ちゃんとそれお前チンコロしなきゃいいよ。それちゃんと言わないと。誰悪い。悪いないっす。悪いない。はい、こいつは悪いだろ。あ、普通普通ってお前ほんとそれね、甘えとんだなほんと。視聴者の前謝るよ。すいません。あ、すいませんでした。フォーカスできませんって書いてあるわ。あんまりにももう朝からこれは気分悪いな。来いよ。なんでカメラだみたいな関係ねえぞ。俺カメラ回らんとこで喋らんって見えとるぞ。こっちもちょっと。誰だ。僕です。堀川です。知ってるよ。それはお前が堀川だよ。知ってる。あ、誰だ積み込みやらんのは。喋らんもんなこいつな本当。昨日も電話で。あ、そうなんですか。いや、もうじゃあ、じゃあ、どこ手で全員なしなって言って喋らんだったら全員です。あ、全員です。あ、全員です。それかっこいいと思ってるの。思ってます。先生、そういうの好きじゃないよ。ほら、もういいよ、現場が送れへんや。今日現場全部来ない。あいつもう逃げ出すんだ。お前ね、現場やばい。まあ、こいつはちなみにもう白状したよ。僕ですと。どこ手で全員なしだな。昨日付けを持ってもう現場だろ。はい、お疲れ。お疲れでした。やっときできんよ。もう行かなかった。すいません。ああ、他には誰なんだ。いや僕も言えんかったのは、うん、僕もやっぱちょっとそぼっちゃう時あるんで。お前なんか遅刻ばっかな。お前なんか毎日仕事やろお前。全部してるやろ。おのくらおるじゃん。あれ本当だ。何やりそうだこれ。おちこよく知らないですよ本当に。俺も知らない。昨日話したのどこから来るって。いや、しょうしょう突然だろ、偶然だろ。なんで。嘘つけなお前。これ朝帰りだろお前。すいません顔が朝帰りだもんこいつ。朝帰りだよお前。もう6時間回ってる。朝早く起きたらどんだけ朝早く起きる。そんな早く起きんだろ。おい、なんで今日、なんで事務所に来る用事あんの。はい、なんで今日ミーティングです。何のミーティング。
あの営業アシスタント山口くんとか全員。お前こんなの。僕は行けない。こんなの。誰だ。寒いか。いや寒くないです。暑いっす。ハハ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 ハうん、ちょ、お前らね、ダセいことやんねんって言って。他は、トシ君は。トシ君ですね。トシ君もか。トシ君なんか俺が来るとようやってるじゃん。あの、まばらで。パフォーマンスか。俺が来るとなんかやたら声めっちゃ飛ばしとるやん。はい、走り回ってるじゃん、トシ君。俺が来るとな、それもっと出さないぞ。もし、俺がやってなかったら。はい、そう。ケンタロウは一緒ぐらいですかね。あ、みんな実習生だけはバタバタやってるの。はい。いいよ。同罪だぞ、お前。そうです。全員ね、全員心にちょっと寒い。息が荒いと寒くて。はい、でどうする、いつも恒例の気をつけにするか。じゃあ気をつけい、手を後ろ。なんで俺なんだ。手を後ろ。はい、目つぶれ。目つぶれ。鳥丸先生。先生本当に怒ってるぞ今日は。目つぶれ。目つぶってないで。入ってるじゃねえか。はい。はい。いいのか。お前、ああ、いいよ、もう言うこと聞かないらいいや、もうドバテーとなしでそんなにいいんだもんね。俺金払わんときゃいけないからな。月20万ぐらい違ってくるな。もっと違うか。お願いします。ちゃんとだな、ちゃんとだね。すぐあの隣がどっか行くんで。近く、もっと近づけ。違うことか。でもマイクあるんで。目つぶれ先生。画面にしてください。じゃん。画面にしてください。なんか目つぶれ。怖っ。痛い。トルメだろお前。ありがとうございます。実習生の心もっと傷ついてるよ。すいません。頑張ります。はい。はい。出しゃい。はい、出しゃい。はい、皆さん、二階堂は今日も平和です。にやかです。まあ、まあ、ちょっと大げさにも言ってるけど、まあまあ、たまたま本当そういう話だったね、はい、昨日。俺は投げる必要はないです。だって今やったりやらんかったりだと思うんだよね。それあの、まあ、昨日ケンちゃんと飲んだもんね、テラとな。あ、だからさーっと返してたんですね。じゃ あのお金も取りに来たの。あ、そうですか。うん、で、まあ、ついでに飯食いましょうかって言って飯食ったんだけど、まあ、言っとったら、やったりやらんかったりやし、そんなのダラダラしてる。それはまあ実習生も同じだよって。実習生もやってない子もおるし、で俺もずっと喋れちょっと喋らんだよ、誰もな。隠すもん、こいつも誰とか。全部で、そのケンちゃんも言わんかったら、まあ、あれっすよ、そう、ちょ、中学生じゃねえんだもんで、うん、自分のこと考えて言うやつはいかんけど、そう、みんなのこと考えて言わなかったでしょ、うん、で同罪でしょって。まあまあ、そうやって言っとった。まあ、全員が全員だねって。もっとみんなで立ってパッと帰ろうってなると、太鼓あるんじゃねえかって。それはお前らも注意しながらでしょ。はい。ね、また説教始まっちゃった。また同じ話か、これ。なんか喋った覚えあるぞと思って。うん、はい、こんな感じです。はい。また、じゃあ、他の動画も楽しんでみてください。お願いします。またねー。